18人殺しの冴島大河の兄弟分。<笑>お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭補佐の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。 ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。<笑>お前の目的は女の復讐か。<笑>そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。 極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいよ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備えを思うとるんやったら 俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。 ゴルフに女に高い酒全部くだらねえ戯言だ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負った線をえらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのは好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのは好きだから殴った。 根っからの極道のくせにいつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら 最後にお楽しみができてよかったやないか。お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。 安心せえ。堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。 Yeah.
馬鹿正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きて、バカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。 始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジば。 おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り、 俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、 油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んでるわ。どうじめ。
おとなしく待っとれや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。マジな。桐生一馬か。なるほど、風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが
極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。殻の一つぼにしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。龍所ってんのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の龍になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが龍は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。
俺も一つだけ癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。超えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ。兄弟踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦